写真拡大。左中間に飛んだはずのフライを取ったのは二塁手、楽天の山崎剛内野手が見せた超人的な守備範囲がファンの話題となっている。実況もこんなところでセカンドフライと驚きと呆れの入り混じったような調子だ。10日のロッテ戦、ZOZO マリアードが打ち上げたフライは左中間浅いところに飛び、普通なら安打になるだところが画面の右側から飛ぶように現れた山崎が左中間でスライディングキャッチをパーソルパリーグ TV が公式 YouTube にアップした TOP20 プレーズオブザウィークシャープ20という動画ではこのプレーが堂々の1位に選ばれている。守備位置も定位置っぽいし山崎エグすぎる。いやどこまで追っとるんや。 W 取られたレアードの顔が全てを物語っている。 W とファンも驚きを隠せない。また17位にはパリーグの攻守といえばこの人のたまらん源田壮亮内野手も激しいチャージからランニングスローを決める様子に源田のいない週が存在しない。今週レベル高いな楽しいと賛辞が集まっていた。フルカウント編集。